して、そうすることがデータ損失と個人情報窃盗に導くかもしれない。あなたのコンピューターを再起動しないでください。コンピューターロックはデータ損失を防止する狙いです。重要なセキュリティメッセージ。あなたのコンピューターは、こういう犯罪者のページを、あなたの IP アドレスが取っています。あなたの知識なしで使われました。コンピューターの情報を開けるために、